演舞開演。どうも、本日はこちらローソンさんのココナッツ広がるパイナップルブレッドを食べたいと。食べる時注射って面白そうだな。ではでは、いただきます。粉末とオイルという2種のココナッツと噛んだ瞬間に広がるパイナップルの果汁が一気に南国に連れて行ってくれたような気分になりました。サクサクの粉末、美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。